はあ、皆さんこんばんはです。今待機してます。兄を待っています。いやまさかこんな感じで2回目が始まるとは。喉乾いたな。ちょっと飲み物持ってくるのでちょっとミュートにしますね。あ、兄さん来てんじゃん。兄さん、リクエストしてもろて大丈夫ですよ。全然、リクエスト入れてもろて。いやー。来るかな。リクエスト来なかったら、兄さんは俺の話をこう、ただただリスナー側で聞く。あ、来た来たわ。よかったよかった。ちょっと待って、待って。はい、はい、OK、OK。こんばんは。どうも。はじめまして。しくにちろって言います。ガロマです。お願いします。はい。ガロマさんは、はい。なんか、あれなんですよね。私の付き合ってる人にちょっとちょっかい出したっていう話を聞いて、来てもらったんですけど。いや。なんかどういうつもりなんですか？いや、そんな、なんかいきなりそんな、いちゃもんつけられても、ねえ、こっちとしてもね、来いって言われたから、来ただけであって、ねえ、そちらもね、それ相応のなんか態度で接してくれないと、そんないきなり喧嘩をしてこられてもね。いや、お疲れ様。ちょっと、ひどいよ。慣れないさあムーブしてんだからさ。ごめん。長かったけど足確かに長かったけど切るには最適だったけど。いやありがとうございます。いやお疲れ様です。お疲れ様です。まさかの2回目がスタートですね。はい。よろしくお願いします。いや、でもこれ、よろしくお願いします。いや、本当にこれね、なんか日付さえ決まればできるっていう。本当に最強の強みがあるから。これは強いね。何にも考えないで日付だけ決めようかって決めて今日まで来たから、なんかもう、あ、できるんだなっていう感じ、うん、本当に。だからね、強いて言うなら、だから一郎さんがね動画上げてくれたりね、あとね宣伝してくれたりね、あと枠立て、ね、これね枠立ててくれたりたり、あーしなーもしてないよ。えんちゃん。まあそこら辺はえんちゃん。まあいっか。足声大丈夫かな今日。あ、今日はあれですよ、あのなんか二重に聞こえたりとかしてない、大丈夫そう。よかった。めたい話すると PC 君から入ったの。あ、なるほどね。あのね、今度 PC 君から入ると、そのうちなんかね、電子音みたいな声になることがあるから、そこだけね。まあ、うん、これはね、なんか PC から入ってる人は大体なるから。じゃあそしたら一回抜けてまた入るその時。なんかね、その時はどうしたらよかったっけ、なんかね、なんかしたらよかったんだけど忘れたわ。なんかね、なんかをね有効化したら重くなくなるよみたいなの書いてあったんだけど、よくわかんなくてやってないんだよねそれ。なるほどね、うん、まあまあでも PC から入ってるんだったらきっとある程度までは持つよ。うん。ならよかった。
まあでもね、あのなったとしてもなんか1時間ぐらいガルマさんの声がちょっと電子音になるだけで、俺は会話できないわけじゃないからさ。電子音ダメじゃんだから。電子音はダメだろよ。あの、どうなるっていうとすごい表現しにくいんだけどね、なんかあの、すごいなんかこう、ガルマさんの声が、なんかこう、うん、なんか若干こう、ロボっぽい、なんかこう、なんかあのどな全然説明ができないんだよね。なまあまあなった時に分かるよ。ガロムさんは分かんないけど。あ、そしたらあの なったらあの速やかに退出してまた入室するんで、あの行って。あ、そうですね。なったらあの10分ぐらいなったよって言わずに10分後ぐらいに言います、ね。はあ、うん、意地悪。意地悪だな。あの聞いてる皆さんも分かるね。うん。タグずっと見張ってるからな。あ、ですね、あのこのガルマとイチル、一応なんか配信っぽく説明をすると、あのさっきも伝えてたように何のテーマも決めずに、ただただだらだら気が済むまで、だいたい日付が長くても日付が変わるぐらいまで話し続けるだけのスペースです、はい、なんかあの皆さんも話してる話題でなんかこう反応したいこととかがあったら、このガルマとイチロって上のなんかタイトルがそのままあのタグになってるんですけど、はい、それを使ってつぶやいてもらえたら、あのどっちかは見ながら話をしてると思います。はい、多分見てます。多分あの楽しくなりすぎて見てないってこともなくはないですけど、否定ができないのが悲しいところなんですよ。まあ見てます。はい、いやなのでぜひ何かありましたらあのお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやしかしあれですね、手前の先月の、うん、だから6月30日にありましたね、確かにね、ありましたね、前回から今回にかけてですよ、はい、いろ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 ありましたね。そういろいろありましたね。なんかすごい、いやいろいろありましたね、ガロンさんね。なんなのこの、あの居酒屋で久しぶりに会った常連客の会話みたいなさ。いやあっただけで、まあ確かにね、いろいろありましたね。いろ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 あったんですよ。とてもね、とても素敵な歌が出たんです。あ、うん、とても素敵な、とても素敵な歌ってみたが出たんですよ。うん、どんな歌ですか。ですね、もう、あ、こんな素敵な歌声をされるんですね、青間ガロンさんは、って思って聞いてました。とても素敵な歌声じゃないですか。あれ今回もなんか開幕早々言いづらいんだけど。いやーで本当になんかね、あのどう言ったらいいんだろう、意外っていうわけでもないんだけど、うん、ガロマさんの歌声って想像できなかったから、あ、なるほど、あ、若干このとなんか通ってるんだけど、若干ちょっとなんかハスキーも混じった素敵な声をされてるんだなっていうのと、あのそれこそアルフさんと意外とバランスなんかいい感じに相性がいいから、あ、聞いてて楽しいって思ったよ、お兄ちゃん。あれ台本作ってきた、もしかして今日。今全部思いつきで喋ってるよ、今。なんなら生ハムロースいつ開けようかって考えながら喋ってんだよ、こっちは。それは草なんだわ。ね、でもなんかやっぱり、でもそれはほら結構数字に出てるじゃない。なんかものすごいスピードで2000回とか行ったでしょ。本当にね、ここでね言うのもなんなんだけど、なんか本当にめちゃめちゃ見てもらってて、そう、なんか思ったより、なんか自分が思ってたよりも早いんだろうなこのペースっていうぐらいのペースで見られてる気がして、本当にもうね、1ヶ月ぐらいでさ、それこそさ1000なんていけたら嬉しいなって一人で思ってたんだけど、はい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 、なんか2週間でね、もうなんか今2800とか言って
わあ、すごい。なんか、ほんと。はるじゃん。はるじゃん、今。今、配信あれだ。あの、後から見てくれてる人には何のこっちゃわからない。何のこっちゃわからない。そうそうそう。何ていうの、この機能。スペースにさ、ツイート貼る機能って言ったらいいの？何これ。そう、これはね、スペースにね、スペース共有機能。共有。スペースの共有に、あーしの、そのね、岸部アルフ君と2人で歌った歌見たのね、うん、あのツイートがね貼られました。まあ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 聞いたことない人はまあ一回聞いてみたよ。まあ聞いてみたよ。あーってなるから。なんか恥ずかしいな、もうなんか溶けるんだ。お酒美味しいな、もう溶けるんだけど本当に。まあもうお酒でも、もうお酒でも、もう向かいのローソンが大声で叫びながら飲んでやる。だ、ま、結局ローソンにいんだもんね。まあだからあれですよ、リスナーさん、あの距離感見えてないでしょうけど、あの道路挟んで喋ってますからね今。そう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 。俺ファミマにいるんですけど、ガロンさんローソンなんです。車通るたび声聞こえないから。あー、なーにー。そう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 。いや、本当になんか一時期ずっとなんかこう思ったタイミングで再生しました。いや、めちゃめちゃ嬉しい。ここまでさ、ストレートに褒められるって思ってなかったからさ。なんだもう、この人本当にもう面白いな、もう。悪い大人だわ。いや、もうあの、絶対そうやって思ってないだろうなと思ってまっすぐ行った。美味しいね、今日もね。お酒は美味しいね。お酒は美味しいね。うん、美味しいよ。でよ。はい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 。でだよ。はいはいはい。その次の日に動画が出ましたよね。あ、覚えてらっしゃらない。あんまり記憶ないからもう。その話。あんま触れない方が、触れない方がよかったかな。しまった。ちょっと、もしかして空気読めなかった、俺。やば。警告はしたからな。警告。警告はしたからな。あれ字面が過ぎたよね。すごかった。あの字面はねすごかった。あの警告はしたって。本当にあのまま送られてきたから。あの動画もあの動画でなかなか面白かったな、うんね、楽しかった。なんかすごかったらしいですね。あれもだいぶざわざわしてましたね。うん、ねえ、あの後のねえ Twitter はねすごかったですね。うん、ちなみにこれ、あのその例の動画、あの今3770回です。逐一見ております。再生数は。えぐいな、おいってね。逐一見てるのは草。見てる。再生はしないけどね。見てる。あ、そうだ、俺あれも結構癖になって、あの結構なんて通勤中の車内で爆音で流したりするよ。悩みあるなら話聞くよ。いや結構あのなんかすっきりするんだよね。うん。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、それこれをしたんならね、こっちも知らないと。マジでね、なんかあのいない人のやつ共有するのもあれだけど、とりあえず貼っとくね。ありやがったし。なんならこれを貼ることでねえねえねえは後ろに下がるから見えなくなる。本当だ。いやだからもう、いやこれがなんかその歌も出たし動画も出たし、いやアルフさんなかなか300人でだいぶ精力的に活動するなってなんかワクワクしながら見てた次第です。弟は丸。今ちなみにイチロさん、アルフ君って言いましたよ。はい、アルフさんって、えガロマって呼ばなかったっすよ今。なるほど。
だめだ、この後も怒ってるみたいじゃん。なんか怒ってるみたいじゃん。一郎そういうの分かんない。やべ、一郎3歳児だから分かんない。やべ、もうすべてね、すべてをほっぽり出して一回でいいから引っ張ってきたい。一瞬だけ全部の肩書き捨てて引っ張ってきたい。3歳児のイチローが好きなのはグレープフルーツチューハイです。よろしくお願いします。チューハイなんだ。そこちゃんとチューハイなんだ。うん、とっても美味しい。今多分ね、あのアルフさん の, あのメディア欄たどって探しに行ってきたから、うん、アルフさんがなんかあの宇宙猫みたいな顔してる画像を見ながらガロマさんの名前呼ぼうとしたから。あんってなった。いやね、すごいコンテンツが上がりましたね。うん、上がりましたね。いや、なかなか楽しかったですよ、マジで、あれ、本当に。いや、あれはすごかったね。すごかったね。いや、まさかさ、その話振られると思わなかったからさ。いや、だって振るでしょう。まあ、確かに、確かに。あの話振らずに何の話振るんだ。コンビニでタムロして話す話にはもってこいだね。そうだよ、そうだよ。でこいです。あれはさあ、ちょっと説明してもらいたいんだけど、あれはあのアルフさんがリスナーさんの耳に直接口を押し当てて、うん、吸引してるってことでいいのかな、ガルマさん。うん、まあリスナーさんかはわからないけど、ああ、なるほど、ガロマでもアルフでもないきっと第三者がそこにはいるんでしょうね。あ、なるほどなるほどなるほど。多分ね、いるんでしょうね。いるんでしょうね。ガロマさん演技上手ね。ここでその話します。いや、てかだけだ、めちゃ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 自然だったなと思って。自然だった。言い慣れてる、大丈夫って言い慣れてる、もしかして。いやいや、多分ね、同時に撮ってたら多分危なかったけど、別だったから。あ、別撮りだったんだ。一回撮ってから足の分感じだったんで。はい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 。だからかな、だからかな。うん、これはね、ツイッターにもちゃんと書いてあるから言うんだけど、はい、アルフくんがその、うん、あれをね、収録、まあ、現場行ったんですよ、その場に。はいはいはい、で、その、あのね、あの、ズロローをね、生で聞いてたの、隣で。そう、そうね、そうね。うん、笑いこらえんの必死で。だからそのね、その場にはあのね、あのダザラスさんもいらっしゃって、いらっしゃってね、うん、いない方の名前出してごめんなさいね。まあでもこれは、ね、ツイッターに公開されてるやつだから。そう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 、もう見えてるやつだから、うん、でダザラスさんとそのガロマの2人で笑いをねめちゃめちゃこらえたの、本当に。1回目はもうねすごい、だからてかもうだからな、2回か忘れたけど、とにかく本当にあのもうとにかく顔面をね手で覆ってグッと力を込めてこらえて耐えたの。そしたらねえ、足の番になってさ、あの、はいはい、落ち着いてとか大丈夫だからって言うじゃない。言うね、言うね、うん、言ってた、すごい上手だった。ありがとう、ありがとうございます。でその一番最初の大丈夫リラックスしてだったかな、セリフ忘れちゃったんだけど、大丈夫、うん、なんかそんなセリフあった、大丈夫って言った瞬間に、うん、岸辺アルフ吹き出しやがって。その場でもうマイクにがっつり入るような声でプフーとかアハハって言うから。お前ふざけんなよって。
生えてた2人に謝るっつってそれはそうでそれをアルフ君がなんかね2人とも被害者面してるけどすごい楽しんでたし、うん、一緒に笑ったから同罪ですみたいなこと言ってたからそこでアルフ君が喋った時足耐えたのにアルフ君は足喋った時に笑ったよねあれ未だに許してないからねツイートしたのよマジかいやおもろいや普通に面白いわいや、まあ、コンテンツ力はすごいですよね本当にまさかねいやもうねすごかったねなんかもうなんていうのプレミアのタイミングに一緒に入れたんですよ俺プレミア公開いましたねいらっしゃいました見れててもうめちゃめちゃなんかそのリスナーというかなんかチャット欄のなんかこうざわつきもうなんか文字なはずなのにチャット欄からもうざわざわって音聞こえるんですよねえこれ俺たち聞いていいやつみたいなこれは YouTube に許されてるやつみたいなそのざわつきが文字だけのチャット欄のはずなのにもう音がざわざわ鳴ってるんですよ、うん、画面がもうめっちゃ面白くて終わった後も終わりえ終わりいや現実を受け止められないなんかこう、うん、なんかこうリスナーたちがそこでなんかこうぼーって立ってみんなで顔をしながらえ終わったのかこれ立ち尽くしてたよねみんなそうなんかそれぞれ個々でしか見てないはずなのに、うん、いやあれ終わったんでいいと思うみたいな雰囲気すら出てたチャット欄にいやそのぐらいなんか人がざわつくコンテンツを作れるっていうのはでかいですねいやいいな楽しかったマジでまあね楽しんでいただけたなら何よりですよ本当にああね本当に確かにね会ってない間にいろんなことがありましたねそうですね、うん、なんか心配なこともありましたけどね、まあ、それはもうタイムリーに今日の話ですけど心配なことうん、おめえの足の話だよ何知らねえみたいな顔してんだよダメかダメかびっくりしたわダメかなんかそんなおもろい話じゃないし拾わなくていいかなと思ったんだけどまあでもなんかなんていうのかな大きな怪我じゃなくてよかったなみたいな話なのを覚えてる、うんうん、あそんな別に大きい怪我でも全然なんでもない、うん、ねかといってなんかわそんなになったのうわーっていうほどなんかでっかいなんかこうことになってないっていうのもわかるから特に拾わなくてもいいかなって一瞬思ったけど、うん、拾っちゃったじゃん拾っちゃってんじゃん拾っちゃってんなまあでもなんか当分動けないのは残念ですね。いや本当にね散歩だけが取り柄みたいなもんだったんでね本当。俺代わりに散歩しようか。なんか普段のなんか通勤途中のなんか写真なんでもないコンビニの写真とか上げて送ろうか。今のコンビニだよって。実際嬉しいよ。くれるの。嬉しいんだ。まさかの嬉しいだった1回2回2回あ3回だこれ3回見た3回見たこれ3回見たぞ3回見たぞもうさこんなにずっくないかなずっくないかな3回実際のところどうでした3回ですよあ言ってたやったなんでこんな悔しいんだもう当たったよもう見逃せなかったもん一瞬ミュート解除したけどミュートした瞬間あこれ3回目だと思ってあ1回あ2回がねちょっと面白かったすごいなんか
あ、俺はちゃんとこうガロマーなんだなと思って、あ、ちょっとってミュートした瞬間にくしゃみって出てきたから。配信で予習したやつくしゃみ。恥ずかしいな。ああ、やったぜ。ちょっとなんか達成感、すっごい達成感今、3回。そんなんで達成感感じねえでもって。当たったなっていうか、すごい達成感がすごい、本当に。スイスにノルマ感も達成感もないでしょ、そんなのにも。ああ、いやー、すっきりしたなー。いや、なんか、すっきりしたのはガウラさんの方なんだけど、くしゃみできてね。もう俺多分くしゃみした以上に今すっきりしてる。なんかこう、なんとも言えない、この、なんなんだろう、この不思議な気持ちはっていうぐらいすっきりしてる。すごい。なんでくしゃみ出るんだろうね。なんかこう、よく配信中とかに出たりするけど。不思議だな。なんででしょうね、本当に。なんか、どうしたの？緊張してる？大丈夫？鼻水出たんだけど、今。な、結構な、イケボで殺さんでもらって、びっくりした。あっぶね、あっぶね。飲んでたら危なかったよ、今。そうなんですよ。俺、だいぶ、なんていうんですか、ガロマさんと、なんでもないタイミングで、DM をするんですよね、ディスコードで。まあ、いや、まあ、大体、なんでもないことはないんですけど、お互いが、お互いのマシュマロどっかでリツイートしたら、お前なっていうのを、連絡するだけの DM をするんですけど、その時に大体、ガロマさん、大体、お茶吹いてるんですよね。なんかね、吹きやすいんだよね、多分。ね、多分ね。今飲まなくてもいいのにって思いながらね、返してる。なんかね、飲みたくなっちゃうんだよね、やっぱ。芸人なの？なんかこう、前世芸人？体張ってるで言ったら、一路さんもそこそこじゃない？ まあ、確かに え、そうかな？俺そんな体張ってる？でもなんか、そう？体当たり感は すごい わかああ。る。まあ確かに体を動かしてるからね、いろいろね、行ったりしてね。タグ全然追ってなかったわ。もう20分前のタグ大事忘れちゃそうだね。った。いや、ありがとうございます。開始早々喧嘩だ喧嘩。仲がいいっすね。ありがとうございます。仲いいんですよ。仲いいんですよ。本当に仲いいんですよ。良きビジネスパートナーだと思っています。仲いいの、それ。それ、この紹介は仲いいのかな。ガルマ君の疑いは可愛いイケボーカル。そう、本当にそう。なんかね、声質なのよ。ガルマさんのそのなんか特徴的な感じ。ずるかーと思ってさ。一路さん、七チキ持ってきました。七チキだって。次の行っいいちゃっじた。ゃん。大地さん、ありがとう。七チキ、七チキ持ってきたって。よかったね。七チキ好きって言ってた。たとしさん、そのコンビニね、向かいでも何でもなくて、本当に隣町だから、戻ってきて。めっちゃ遠いないから。のよね、ないのね。そう、セブンちょっと遠いのよ。ローソンとか違うからね。そう、ガロマさんあまり関係ないと思うんだけど、高知県あれなのよ、ローソン天国なのよ。あ、そうなん、もう大体ローソンなそうのよ。なんだ、知らなかった。真ん中の方にファミマとか、セブンとか、ポツポツあるんだけど、まあ、ファミマとローソンが、中心部はどっこいどっこいぐらいの量なんだけど、セブンイレブンはやっと5、6年前ぐらいから進出し始めて、ちょっとずつ今数を増やしてる状態なのね。でも、田舎に行けば行くほど、僻地に行けば行くほど、ローソンの青い看板しかない。なんでだろう。わかんないけどね、なんかこう、なんだろう、なんか田舎の、なんかこう、電波強いドコモみたいなイメージで、ああ、どこもが強いかどうかわかんないけど、確かにどこも多いイメージだわ。なんか、田舎に進出しやすい高知は、なんかわかなんるないほけどど、ね。なんでかわかんないけど、ローソンしなかるほどね。ない。セブンイレブンに行っちゃった人はね、ちょっと遠いなるから。ほどね。
すごい、じゃあ歌見た拾いましょう。拾ったよ、拾ったよ、めちゃめちゃ拾ったよ。まだ拾い足りないよ。もう行こう、もう行こう。アルフ君は芸人だよね。体張りすぎてマジ破壊力ある。まあ確かにね、アルフさんの体の張り方本当にすごい。いや、体張ってるのかな、アルフさんは。あれ、まあ、張ってるって感じじゃないんじゃないかな。自分が届けたいものを届けたいからやってるわけであって、張ってる自覚はそんなにないんじゃないかな、多分。ね、絶対ないよね。なんかこう、頑張らなきゃいけないっていう感じでやってないもんね、多分。だから、周りが多分、すごいねって言えばいいほど、え、そうってなるタイプだと思う。どっちかっていうと体張ってるのは聞く我々の方。それはそう。その大体どのコンテンツも体張らなきゃいけないのはなんか多分リスナーの方なんだ。張らなきゃいけないリスナー。いやだから多分ね張ってる感じじゃないんだと思う。あの俺はなんとなくそう思う。うんあれはでもね、一番最初のなんかお紅茶すすりますのあたりからもうなんか片鱗は出てたもんね。んあ、すげえなとは思いましたよ。どうしてあそこでなんかこう手を引っ張ってあげなかったの。一緒に作品作りしたらあれになるんだよ。まあね。あれになるんだよ。まあ唯一だから、もう唯一今のところアルフさんのその作品の中に入ってる他者ってガルマさんしかいないから。いやー親和性高かったですねガルマさんね。それを言ったらね、私もね自分のコンテンツ内でねあのいるのって彼だけなんですよね実は。実はだからしかもガルマさんの方にいるアルスさんめちゃめちゃ綺麗なんですよね。すごい素敵なんですよ。彼はいつだって素敵ですよ。ベクトルが違うだけで。はい。ベクトル風吹くで。このベクトルのさ、なんか180とかいうレベルじゃないの。真反対でもないのよ。真反対でもなくて、なんかこう、もう、あ、なんていうの、なんか座標で言うとあれだけど、Z軸が混ざってる感じ。X と Y と Z みたいな。次行ってる。そう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 。あの、交わってるようで交わってないみたいな。あれはねじれの関係だわ。完全に。そう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 、だからなんかどえ風邪ひくってなって。めちゃめちゃ歌声素敵だったからびっくりしちゃった2人とも。いや本当にいいな、いやあなんか VTuber してんなって思いながら見てた。そうそれを思ったんだね。あの裏でね見た後はね、わざわざ送ってくれたんだけど、ね、VTuber してていいなと思ったって言われてどういうことって思って。いやなんかいやあのなんか選曲といいさ、なんかこう動画といいさ、うん、なんか VTuber してるんだなっていう感じがすごいした。なんかこれはねどう言ったらいいかわかんないけどね。いやああいう歌逆に俺歌ってないからさ、どうなんかよそうかーって、いいなーって、まあ、まあまあまあ確かにそうですね言われてみれば。単純になんかもうあの羨ましいっていう眼差しで見てましたね。いいなーって。でも多分歌うかって言われたら歌わないんだろうなーって思って。いやでもね一郎さんもね本当に素敵なコンテンツたくさん投稿されてて、もうね裏ではなんかこう水面下でバタ足というかすごいバタバタ足つかせてるなんか白鳥みたいな感じでね。ちょっと待って意味合い変わってくるよ。どうしたどうした。どうしたどうした。裏でなんかもうボロボロになりながらこうなんかこう表に出るところだけ化粧してこうやってこういやっつって話すとかいや何やってる。どこ住みどこ住みは高知住み。もう答え書き切ってるわ。答え出てるか。ヤコバス行かなきゃ。ね。早めにあの早めにチケット、別に早めにチケット取る必要ないか、いつでも乗れるわ。いやでもそうだよ、あのアーシトだからさ、そのですね、やらせてもらって変わったことって言ったらだから、イチローさんもですよねえ、ね7月の2日に見ましたよ。7月の2日、7月の2日、ね、と1000人到達は報告してたけど、2日に YouTube パートナーね収益が通って、
ツイートされてましたよね、本当にもう。スペースだから、その、翌々日ぐらいだったから、もう鮮明に覚えてますよ。確かにそうですね。すげーと思って。あの、撮った。丸。うん。本当に、本当に、今のテロップ出るんだったら、なんか、普通になんか、明朝体で通ったってでかく出てこないです。あの、めっちゃでっかくかっこいい文字でね。カチッ。そうそう、通った。いや、なんか、あ、こんな風になるんだって思いながら手続きしました。まあまあね、足の方からね、収益化うんぬんのね、いじりはそんなにあれだろうから、だけど、やっぱり、うん、やっぱり本当にすごいなっていうのが。いや、全然、全然、いじってもらって全然大丈夫だろ？なんだろうな。なんか、なんか、いじるっていうよりは、シンプルにすげえから、いじるにいじれないのよね。まあそうです。はい、なんか確かに言われ、うん、そうやって言われると確かにそうなる、うん、自分の口からだから収益化って言葉出るけど、あ、収益化か、あ、すげえじゃんって毎回考えるのよね、自分の中で。いや、あのね、ま、これをあのこれはなんかこうガロマさんにだから言っちゃうところはあったりするんだけど、はいはい、あのね、いや、追いついてないわけではない、気持ちが、うん、気持ちが追いついてないわけではないけど、うん、あの無理やり持っていってる感じはすごいする。あ、俺はそこまでなんだ、ここまで来てるんだなっていうのを、あの無理やり思ってそっかっていう風になってるところはあったりするかな。なるほど。あのすごい怒られる、絶対これは怒られると思うんだけど、気分はまだ600人ぐらい。めちゃめちゃ怒られるの分かって言うんだけど、うん、なんかテンション的にはそのぐらいのテンション、まだ好きかってなんかしてたいみたいな、うん、あのなんかあのえなんかいい、いや別に俺別にでかな、なんかいいじゃん、やりたいことやろみたいな気分でいたいんだけど、なんかいろいろそうじゃなくなってきて、なるほどなるほど、なんかあのそれはそれでなんか不思議な気持ちを今あの持っております。はい、まあ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 、言わんとすることはなんとなく、うん、大変なんだろうなっていうのはね。これをね、これをなんかもう VTuber でさ、VTuber 同士で話してて、人数の話とか出すとさ、うん、もうなんかめんどくさくてこの上ないの。まあまあまあ、そうね。そうね。だから今俺は、もうあの、スウェットに T シャツ、ダルダルの T シャツで今コンビニに来てんだ。そう、出そうかね。迷ったんだけどね。いや、でもだって、ね、すっかり一応出しちゃった。うん、あ、しまったからスウェット。いやいや。出してくれ、出してくれていいから、なんか出してくれていいんだけど、もしもうこのままあの全然話し続けてもらっていいんだけど、うん、あの気分的にはなんていうのかな、ガロマさんがね、どういう状態かって言ったら、鼻ほじりながら千人いたねすげえじゃんって言ってくれたらどうでしょう。収益化ってさどうなのあんのってなんか右腹に声バーン突っ込んでさ、そいつ絶対 YouTube 興味ないよね。そうそうそう、なんかさ収益化っていうさふわっとした条件だけ知ってて、そう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 、あのお金もらえんの、あーすごいじゃん、おめでとう、あーすごいじゃん。そう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 、マジでマジでそんなテンションで言ってもらえたら、俺もそうなんかね、なんかわかんないけどね、全然わかんない設定させられてさつって、なんかコンビニの会話だなこれ。まあ、あのでもね、まだね、あのなんかお金入ってきてないんだよね全然、いやでも収益してないからさまだって。いうテンションで会話ができる。そういう時にお金って便利よね。話題として。確かに確かに便利。まだ確かに便利、まあ、んだけどみたいな言うからね。そう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 。なんか月締めのなんか翌末しようとか遅んだったみたいな。生々しいやつ来たよ。生々しい。いやここはね本当になんかこうそういうテンションのスペースだから、うん、あの配信をしに来てるとかでもないから、あの本当に。そう、なんかそうだ、このコンセプトちゃんと説明してなかったじゃん、あのもうこのね10時も37分になろうとしてるのを40分ぐらい話し倒した後で説明するのもあれなんだけど、お願いしていいですか。このスペースこのスペースはあのこれとガロマさんがあの深夜のコンビニの駐車場により集まって何でもない話をただただし続けるっていうスペースなんですよ。なのであの配信とかのなんかこうちゃんと話題考えて進めなきゃとかっていう気持ちは一切ないで す。一切ないですね。もうノープランで今ここまで全然話できてるので、責任感なんもない。本当になんかもうあれだよね、
無責任な話楽しいね。もうね、3秒以上無言続いても何も気にしないしね。何も気にしない、何も気にしない、何も気にしない。なんかもう、お互いが携帯5分眺めててもいいぐらいだもん、多分。本当に、程よいよね。携帯眺めてもさ、気まずくならない関係って本当に程よくない。そう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 。で、たまに、携帯の画面見て、ヒンってなった後で、んみたいな顔されて、携帯の画面、んって見せて、お互いに、んってなって、また携帯の画面見るみたいな。もう、コンビニっていうよりは、だからもう、ファミレスよね、それも。そう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 。いや、そのぐらいのテンションで話をするので、全然、皆さんも、そんな感じで、うん、なんかこう、そんな会話を横耳で聞いてもらってたりして大丈夫ですし、タグでなんかこう、会話に参加してもらっても大丈夫なんですけど、はい、前提、全然責任感ないので、そこだけ気をつけてくださいっていう。本当にないんですよ。本当に責任感ないんですよ。本当に、マジで気をつけてください。もう、読んでも読まれなくても、なんで読んでくれないのとか言われても、だって配信じゃないからなって思いながら聞いちゃうので、本当に、話してでもね、捨て置いたりとかない、存在には扱わないんですけど、うん、でも、もともとの存在自体が存在なので、そこだけ許してください。そこは違うでしょ、別に。やっと説明できたね。40分かかった。うん、一応最初にほんのにちょっとだけ説明はね、してくださってたんだけど、まあ、ちゃんと。なんかコンビニの駐車場のみたいな話までしてたっけ、ね、コンビニとだけ、うん、あ、なんかコンビニにいるぐらいはしてた気がする。足がだからローソンって言っちゃったからまたそこで話が広がる。いやー面白い。ミニスペース楽しいね。ね、ほんと楽しい。あ、ガルマくんにはミニストップのチキン持ってきたようだって。コーチミニストップないから多分香川から来たんだね。解像度高えな。知らなかった。ミニプねえの知らなかった。コーチねえのよミニプ。ずいぶん前に一回で、ずいぶん前に帰った時にホットモットがたくさん出てる中、ほっかほっか亭がまだあるんだって気づいたぐらいよ。ちなみにほっかほっか亭はまだある。まだあるんだ。なんならホットモットよりも多分レギュラー感がある。マジか。マジか。いやだからミニストップのチキンはだいぶね1時間2時間弱ぐらいね車に揺られてるはずだから、ちょっと食べるときっと多分あったかまだ、まあ、あったかくはないかもしれないけど、もうね車に匂い染みつくの諦めて車で食べるよね絶対。と思う。多分、いやでもね持ってきてる時点でね多分ねタトシさんの車の中もミニストップのチキンの匂いすごいのよ。持ってきてくれてるんだから。そう、2時間もあるから車の中 にもうだいたタトシさん。足のためにありがとう。もうありがとうね、香川からわざわざ本当にありがとう。スウェットでごめんね。なんかおおごめんね、今ごめん、なんか聞こえるからこれ今ごなんか話そこ嘘、これは失礼だった、これは失礼だった、俺もそれは失礼だった、わかる。そこの解像度いらないのよ。ここはダメだった。あ、危ない危ない、人のなんかこう何かしをなんか踏み外すとこだったね。まだ大事大事大事、全然まだ大丈夫、よかった。なるほど。ガルマくんもいつかはアルフくんと同じ芸人になるのか。ならないですね。ならないですね。てか、彼も多分芸人枠の自覚ないと思うに、なんなら、ね、自覚ない者同士なんで、周りが言えばそうなっちゃうだろうけど、芸人枠としては自覚ない。ガルマくんは、うん。芸人ではない。芸人じゃないでしょう。別に。芸人ではない。うん、え？え？でもいつもめんつゆ仕込んでるでしょ、カバンに。なんかこうすぐパッて出せるようにさ、アボカドみたいなサイズの花持ってるじゃん、いつも。違った？いやなんかそのすごいなんかこう仕込みがすごいなと思って、ガルマさんってなんかすごいやっぱりなんかこう筋の通った芸人さんなんだなと思いながら見てたんだけど、違った？嘘。まず。
本当に困った時って反応できなくなるのよ。なんて言えばいいんだろうっていうのを考えたら言葉出てこなくなるのよ。これがだから今なんかねあのあなんか若干そんな空気は感じた、うん、配信だったら多分無理やりちょいちょいちょいとかいちょさんちょっとそろそろとか言ったんだろうけどどうしようなんか言わなあスペースかじゃあどうしようちょっとね 5,6 回考えちゃったら何も話せないいやこんな弊害があるのかいやでもなんかそっか違ったのか楽しんでる感じあったのに違うね芸人ではないね芸人ではないね、うん、ちなみにどこら辺をなんかこうガルマさんのこう目指していきたいなんかこう枠みたいなのあるんですか振り方すごいけどなるほどねそういう話ねなんだろうなんかちょっと困らしちゃうからあれだけどなんかすごいざっくりしたなんかこうお笑い芸人のなんか誰さんみたいなあの言い方をするとなんかこう夕方おしゃべりグマみたいな感じのなんかそういう話題のところに入ってきたみたいなのざっくりしたなんかすごい適当ななんかがあだ名つけるみたいな感じになるけどまあとあるお笑い芸人さんがちらついてるんだろうけどそれは置いといてもうちょっとねあの攻めたなんかこう汚い言葉使わないとその芸人さんにはなれないんだけど、ね、インパクトが大事だから、ね、うん。インパクトが大事だからなんだろうななんだろうな目指したいところでしょいやでも本当にだから活動当初から言ってるけど学校の放課後とか仕事の休憩所とかで、うん、数人あ言ってた食べる感じがとにかくやりたくてね VTuber としてねこのバーチャルに生まれてきたのでそうだ言ってた言ってたその、ね、これそれ、ね、それうん、うん、それ聞いて思い出したのはそうかえ寂しかったのかなと思ったよちょっとごめんはいはいあえ待って待って待って今一回一回か一回一回だ一回してないしてないあしてない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 よびっくりしたもん唐突にいやなんか突然出てきちゃってさ寂しいんってびっくりしたわいやでも言ってたね確かに最初の方からね言ってたしだからそれこそこれもね言ってしまったらまあ誰かしらに何かしら怒られるかもしれないんだけど目標自体はもう達成をしているのよね、うん、あ確かに確かに、うん、だからその上で言っちゃあれだけど別にねたくさんの人に見てもらいたいは多少はあるんだけどそのこと本当にだから、うんうんうん、みんなが言うのと同じように足も数字にはそんなにこだわってないのようん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 だってね最初思い描いてたよりもたくさんの人に見てもらえてるからうん本当にそれは俺も思う、うん、こんなにね来てくれるなんてまっていつも思いながら本当に配信をしているの実は雑談配信とかしながらあの自分でね YouTube 君も見てるからあの、はい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 、ちらっと動説見た時にえってなるの毎回うっそいやあの俺も同じ気持ちにはなる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 同じ気持ちそれ悟らせるわけにはいかないから普通に喋ってるんだけどもたまに出るのたまに出ちゃう嘘今そう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 出る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 なんかごめんなさいねみたいな思いながらやってるからだからでも目指したいところ目指したいところだよでもなんかそれだからもしかしたらあれなんかこう良き隣人的なポジションってことでしょなんかこうなんか帰り道のなんかこう部活のなチームメイトだったりとか、うん、職場の同僚だったりみたいな感じってことだねそうだねうんだ夕方開いてるのも夜回線がね安定しないからっていうのもあるんだけど夕方は多分みんな一番疲れてると思うんだ帰ってくるそうね、そうね。ってなった時に、なんとなくだから話してて、
それこそね、そんな、なんだろう、あの、別に、なんだろう、配信のテーマにさ、全く関係ない話題を出してほしいってわけじゃないんだけど、ああ、もうちょっともう今日疲れたよ、みたいな話を、リスナーさんと常にしていたいんだよね。それを定期化したい。はい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 。だから、その上で、って、思ってたんだけど、今たくさんの人に見てもらえてるから、実際今後自分もどうしたいのかなっていうのは、実際考えてるところなんだよね。ほーん、ほーん、ワクワク、ワクワク。あれ、ちょっと、ちょっとだけうざいぞ。ちょっと、いいぞ。ガロマ君、どんなステージを見てるのかな。うっざ。今ね、あのさっきの声を出すのに必要以上に両腕をこうなんか折り曲げて手先指なんか手の方をグーにしたこの両腕を思いのほか脇をこうやってバタバタさせないとさっきの声出なかった。モーションのガルマ君は。うめえな本当に。一郎さんはすごいな。あー、いやー楽しい、このなんかもう結局何のオチにも向かわなくていいこの話、楽しい、ね、オチが必要ないってやっぱいいですね。いいですね。あのなんかあの関西圏の人とかいたら耐えられないかもしれないね。確かにそうですね。やっぱ落ちないとね。まあ実際ね、話の起承転結あった方が実際面白いですからね。そう面白いと思うんだけど、それはなんかこうお話としてなんか面白みがあるのであって、うん、多分ね、俺ガルマさんとこのスペースで出せるのはお話が面白いんじゃなくて、ただ単に空気が面白い。ただ空気感だけでいける気がする。本当になんだ、あのね、ガロマとイチロはこんな感じの空気感でお送りしております。あの皆さん、あのお好きに楽しんでください。そういえばあれですね、あの今思い出したんですけど、足、はいはいはい、自己紹介してないっすわ今日。そういえば、あ、そういえば、あ、俺もしてないっすわ。いやー、あの多分ね、あのガロマさんをご存知の方で俺を知らない方がいるかもしれないので、自己紹介させていただきますと、そうだな、どう言ったらいいかな、あの田舎でなんかちょっとわちゃわちゃしてます、石国一郎って言います。はい。なんもわかんねえ。いいよ、俺の番終わってから兄さん言っていいよ。まあね、あのね、一郎さんのねアカウントでやってるスペースなので、足を見てね、多分ね、あの誰こいつってなった人もいると思うので、てかいるまま50分も聞いてくれて嬉しいな。というのは置いといて、いいの、なんかあの賑やかそうに楽しそうに話してくれ、聞けるならよかった。はい、改めまして、散歩切り寝が大好きな緑色のクマジュ人 VTuber の青間ガローマです。はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりグマです。よろしくお願いします。それが本質なら、足もその自己紹介伝わんねえよ、絶対。なんなら今散歩できねえし。そうなのよ。なんかね、足具合悪くなっちゃったみたいな ね。2週間ぐらい続くんだっけ？2週間ぐらい。一週、なんか最初、なんか2週間動けなくなりましたって聞いて、コロナってなった。嘘かかったと思って。違った、全然違った。まあ確かに来たタイミング的にそうだったかも。うん、動けないって言われて、動けないのか、なんでと思って、2週間もしかしてってなったけど、足かってなって。確かにかなりややこしかった。いやー、だからこんな感じの2人で、こんな感じの雰囲気で、多分あともう1時間経っちゃったけど。もう経っちゃってるな。もう1時間経っちゃったけど、あの1時間、あと1時間ぐらい、多分あの全然このテンションで喋り続ける気がするので、何かあのお話ししたいことがあったら、ぜひあのタグで言ってください。はい、今からタグをなんかこう、一気にザッとさらいます。間に合ってよかった、耳が幸せって、ああ、嬉しいですね、本当に。
いやー、素敵です。ありがとうございます、本当に。いや、でも耳が幸せな声出してない。はね、2人とも本当にだからスウェットで スウェット スウェッティーシャツで来ちゃってるから、イチローさんのフリーダム精神、マジで見習いたいな。ほら、いや、ここのスペースだけよ。そんな、どこからこんなことしないって、いや、こんなことしないってって、付き合ってもらってるから、ロマさんの前で言うのもあれだけど、こんなことしないって。もうコンセプトとしてそうだから、そこはいいのよ、全然。そこは全然いいのよ。裏ガロマ君現れた。裏ガロマ君って裏何？ガロマくん。え、表のガロマがいるの？いやいや、ガロマは表裏一体ですよ、女も。どっちもガロマですよ。表表裏一裏一体体な。ですよ。女もな表もる裏ほど。もね、どっちもね、裏返したって何も変わんないですよ、はい。確かに確かに。あ、裏返し変てもわらな変わいでんないんすだ。よ、全く。はあ、なるほど。じゃあいつもなんかこう、うざっていう。笑ったよ、こっちは。だいぶ攻めていったわ。多分だいぶ無理したんだろうだないとぶ思い頑張っながら。たよ。なんたってい ね、やー。今だいぶため感で話せてるけど、結構ドキドキしてるよ。いや、わかるよ。俺もね、ドキドキしてるよ。でも、そこを、どっちかっていうと、なんかこう、どう言ったらいいんだろう。このスペース、僕が一番最初にガロマさんに声をかけさせてもらっそうたんでですよね。ね。まあ、先月も同じ話しましそうたでけすど。ね。で、それ、なんでガロマさんに声かけようかなと思ったのが、なんていうのかな。なんかこう、そういうふうに、ドキドキはするけど、ここ一線越えた方が面白いなっていうのを、なんとなく越えてきてくれる人だろうなと思って。そういう遊び方できる人だろうなっていうのをなんとなく配信見てて思ったから遊ぼってニヤって言いながら声かけました。そうね、誘い方は遊ぼうだったけど、最初の声のかけ方はもうミサイルだったからね。ガロさん、DM していっつって。DM していって横っ腹ズドーン いいよって言いながら脇腹を押さえてたから。いや、だから、な、その、その、なんか、お互いドキドキしてるけど、このドキドキする感じを多分楽しんでくれるだろうなっていうのはね、直感でありました。いや、まあ、足もね、実際楽しいのでいいですよね。もう仲良くなってしまったら最後ですよ。ね、本当ですよね。どんな会話の終わり方で、今 ああ、お腹痛。感どっちもないんだから。ないんだ。ないんだよ、こんなのもう。ああ、これぐらいのゆるさ、すみません。やった、ありがとう。このスペースのノリは何だろう、部活帰りの学生みたいに。いや、まさしくそれじゃない、まさしく本当に。部活帰りの学生たちが、そのまま地元に居座って、年取って社会人になった感じ。わかる。もう学生時代に食べてたアイス、2人でパキッと分けて食べるソーダ味のアイスとかね、食べてたりとか。はいはい、まだね、まだある食べよる、ね、まだ食べる。全然。まだ食べる、まだ食べるよ。わ、結 でもなんかコンビニの前とかが落ち一番落ち着く、着くの落ち着く。もうコンビニの店員さんもいちいち言わないから、田舎は。よ。言わないから、本当にそう、ち本ち言当わにない。そう。ああ、キャピってきキャてる、ピッたとてしきててんる、からキキャャピっピッててききててる、る。多分。多分もう社内のチキンの匂いに耐えられ なくあー、なって、なキャるほピどるしかね。なかったな、これ。これは自称ね。イチローさん攻めるな、ガルマ多君分ディこフェれンは、ス、ディフェンスって。だって言ったとこだ。そうね、そうね。そこだ。いや、むしろ2人とも守りなんてないから。守ってないね。ここに、このところにおいては守ってもうない。全くないああ、コンビニで一番多いのファミマなはずなのに、高知マジで青い看板しかなかった。そう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 。このリスナーさん、今月に高知いらしてくださったんですよ、旅行で。言ってた、そうだそうだ、見ました、見ました。
そう、なんか、そう、いらしてくださった方がいて、結構なんか端の方とか、田舎の方とかにも回ってきてくださってたのは、なんとなくレポートで見て、その人が言うぐらい間違いないです。高知県、青い釜しかない。さーっと書かれてましたよね、この方。そう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 、でいすよただきね。ました。とても素敵あ、なあり棚がだっやった。あぱりりそうがだとうごそうざだいそうます。だ。いやー、本当に、本当にコンビニ 青なんだ そう、そう、青なのよ。青な、なんかね、緑に映えるんだよすね、ご水色。い。映えるなあとなんかたまに、俺、1ヶ月に1遍か2ヶ月に1遍ぐらいの頻度で、松山に高知から車で運転ほいに行くんほいですよ、ほい愛ほい媛の。ほい。愛媛県にし、で、その時はもう高速使わずに、下道通っていくんですよね。下道も、ものすごいど田舎通っていくので、なんか夜とかに、結構9時とか10時とかの時間帯に下道で帰ってたら、もうなんかね、周りはもう何もないんですよね。いや、闇しかなくて。わかるわかるわかる。闇しかなくて、あ、向こうに明かりがあって見えたら大体ローソン。あ、明かりだってなったらローソン。そう、青。わーい、ローソンだ、L チキ買おうみたいになって。そのぐらい、田舎道にはローソンしかない。本当に。いや、だから、ね、また、ガロボさん、ぜひ遊びに来たときは、一緒に田舎のローソン行こうね。田舎のローソンね、田舎のローソンでじゃあ待ち合わせします。ローソンありすぎて絶対迷子になるよ、足。ね。確かに、確かに。いや、でも大丈夫、すごいとこのローソン指定したら、絶対ああ、迷なわるないから。ただ、行くまでにえげつない時間かかるけど。ほど。お互い得しないじゃん、それ。そう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 。あそこのローソン行くの、車出すけど、乗ってく。結局合流する手前で。もうそこで会ったからいいじゃん、ローソン。いいじゃん、そうそう、乗っ行かなてくていいじゃん。一郎さん、オラオラ感やばすぎ。やばい、やばい。お酒飲んで話すとそんなの出るのまずい。もう、ガロマさんに対してそんなの出したらただのおっさんじもうゃん。私はそういう一郎さんも好きですよ。ありがとう。突然すぎて、一瞬マジでちょっとってなっちゃった。なんか言うとこかなーって ねえ、一日に一回の大勝負の時かなーと思って ここ大勝負そんな時に使わない いや、で今日使わなかったから大勝負、もうここでいいやと思って。あ、そうか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 、この時間まで使ってなかったらそれね、あと1時間でそう、言っもうたらここ。そう、ここだわ。そらそう、そらそう。あ、間違ってなかった、大勝負使っ使ちゃっえるたわ。から。いやー、素敵だわ。ガロマ君にうざいって言わせるイチロさん、本当おもろい。今日はね、ここね。いやー、確かにね。ガロマさん、だってもう、配信で見るガロマさんが、うざいなんて言葉使うなんて思わないですもん、私。割とね、綺麗でない言葉はちょくちょく使ってるんですあ、そうなの？あ、そうなの？そうなんだ。意外となんか本当になんか丁寧にっていうとあれだけど、ガロマさんもなんか優しい言葉でずっと話をしていらっしゃるなと思ったけど、そうでも選ないびのすかぎて、っていう回数が多い割には、ボロも多い。結構、結構多い。な。多分ね、みんなそう。探せば出る、ボロはみんな出る。VTuber してる人は、個人でこうやって VTuber みしてんるな人は出大る、体みんそうなかもし出る、れない。VTuber みんな出る。VTuber でみんなで、もうなんか汚い言葉なんて使ってなんぼなんだよ。もう今の言い方いいですね。この放送コードにさえ引っかかってなかったらいいんだよ。それ本当にそれ 待って、兄貴、セイコマの唐揚げ買ってきましたって、北海道から車で来た人いる。おいて。セイ
コマは遠いて。どうやって持ってきたの？本当にあの買ってる状態で持ってきたの？じゃあの紙袋の状態で来たじゃん多分。もういくらさ油を通さないっつったってもう10時間いたら油染みていくよ。いやもういやえぐい。これはもう受け取らなきゃ男が廃るよ一郎さん。あの4つついてるからさ2つ食べなよ。男前だ。ああいや本当にねざっくりしたせなんかこうもう俺本当にねなんかこう言っちゃなんだけど本当こういう会話がしたかったです。いやねその場に呼んでいただけて嬉しいですよ本当に。まあここにファミマには来ないんだけどね兄は。絶対来ないんだよな。なんでかローソンなんだよね。なんかローソンに M 曲とかついてる。お兄ちゃん S 曲だったりする？引き寄せられてるかもしれない。そうバチーンってなんかこうあのローソンの、 あの自動ドアじゃないところにガラスにベチーンってくっついてる。相当声でかいよね足。そうなると道路挟んでいってんだもんねこれ。背中のあたりベチーンってくっついたままおっ一郎っつって。Lチキ食べる？あーお腹痛。いやちょっと1時間過ぎたところでなんだけどさあのおかわり取ってきていい？あじゃあちょっとあの皆さんこれからあのガルマさんが3分間だけすごい面白い話つないでくれるんでちょっとお待ちください。あとでマジで引っ叩くぞあの人本当。というわけで皆様お疲れ様です。来てくださってねありがとうございます。一人でつなぐって言ったって何つなげばいいのよ。まあねつながりというかね同じお寺さんつながりでね。手振ってんじゃねえよ。手振ってんじゃねえよ。リアクション見えるのはこっちは。まあね、同じモデラーさんつながりでねお話しさせていただく。まあ、なかなか光栄ですけれどもね、うん、2人ともね確かに雑談メインで話してはいるのでどちらかというとやっぱりねアーシーなり多分一郎さんなりのリスナーさんとしてはもしかしたらやっぱりこのスペースで話す感じのテンションだと配信とは違くてかなり新鮮に映っているのではないかなと。そうだと嬉しいなって感じです。うん、どうなんだろうな実際新鮮なのかな。まあ配信では言葉遣い綺麗にというかな何言ったらいいんだろうって考える時はあるんだけどそのタグが若干外れてる感触はあるんですよね自分でも、うん、自分でもその感触はあるのでまあそれがねリスナーさんにとってどう映ってるかはちょっとねあのさっきも言った通りあのこのスペース本当にアーシも含めて無責任なんで。そこまでの保証はしないんですけど。まあでもねあの来てくださったからにやっぱり皆さんにね楽しんでいただきたいのでねよかったらねあのタグとかで本当に気軽につぶやいてくださったらあのアーシモイチロさんのねあの見させていただくので、うん、ガロマさんファンサしてシクニイチロさんタグありがとうございます。よしイエーイリスナーのみんな今日はアーシと一郎さんの放送に来てくれてありがとう。あと1時間ぐらいだけどゆっくりしてってね。ただいま。うん、おかえり。ごめんってごめんって、うん、兄ちゃんごめんってごめんって兄ちゃん、あのちょっとそこ立て。そこ立て全力で引っ張ったかせろ、はい、すいません。はっくり締まってます。おらーいやありがとうございます。わがまま言いました。少しはね褒めてほしい。すいません、あの本当にあのありがとうございます。あの本当にねなんかこう今できうる遊びって何があるかなって本当に全力でね楽しんだ。
めちゃめちゃ恥ずかしいんだけど、本当に何させてんのよ、もう。いやー、皆さん、ガロマさん、本当にこのね、突発でこうやって振って、これだけ返してくれる、この、もうこみ聞こえるこの音。ここよ、ここ。叩いてんじゃないよ。力こう叩いてんじゃないよ。もうちょっと、もうちょっとファンサのセリフ考えとけばよかったかな。またこのね、終わった後の反数の速さ、もうどんよ、ここよ、ここやっぱり、ここよ。あー、いや、本当に。ありがとうございました。お酒取ってくれた。よかった。よかったですけど。マジ本当、マジ本当、いつか仕返ししてやるからな。おー、ぜひ。おしがり、おしがりさんだな。兄は、兄はそういう弟の方が好きですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。うぜえ。うぜえ。ああ、いやいや、これ本当にね、終わった後で汗べったりかくぐらいには楽しいんですよね、これね。なんでこんな暑いんだろうと思ったらエアコンついてないじゃん。それ暑いよね。つけないよ、ちょっと。やばいじゃん。扇風機だけだったの？今ね、扇風機だ。お前、扇風機お前、首こっち向いてるだけで回ってないじゃん。お前。消えるんか？暑いと思った俺の部屋の空気何も帯同してなかった。シャレシャレならんぞ。ちょっと。いやでもね、美味しいお酒、冷たいお酒飲んでたから大丈夫。そこは大丈夫じゃないと言っておくよ。そこは心配だよ。お兄さん、ちゃんと冷やしてもらってね、小さもあるから安心して。まあいっか。今日暑かったっすか？今日高知はでも言って32度とかそこら辺ですよ。十分暑くなーい。でもさ、なんか最近なんか思うに、高知県よりもなんか関東圏の方が普通に暑くない？ちょっとすごいんですよね、関東。なんか34とか5とか平気で出てるでしょ。だから車で通って掲示板みたいなさ、温度しかないようなやつあるじゃないですか、うん、だから見るたび35って書いてあって、これもしかして足の知ってる温度じゃないよねって思いながら毎回車通り過ぎたんだけど。どうやら温度らしいんだよね、あれ。わかるわかる。あ、この数字って何の数字なんだろうって一緒に理解できない。理解できないよ。わかる。走ってたから。え、エアコン壊れてんの？壊れてたの、車用車が。あ、うわ、うわ、最悪。え、それこそ死ぬやん。マジやばかった。本当に。え、福利厚生よ。なんかね、修理出してくれないのよね。え、嘘、出してくれないの？それもえ、ちょっとさ、後でさ、DM でこっそりさ、社名教えて、なんかこう、第三者クレーム流すからさ。ベクトルすげえ方向で怖えわ。やそういうのってほら、もう、身内が何言っても直さないとこって、内からのなんか事情作用ないから、もう外から攻めていくしかないのよ。行こうぜ。えぐい。行こうぜ、ピリオドの向こうへ。超えていくじゃないのよ、そこは。大丈夫よ。ああ、マジか。それはでも、いや、でも、だから、うん、それこそ、先月、うん、いや、今月頭ぐらいに、うん、なんか関東で場所によっては40度ぐらいの、みたいなの見たときに、あ、熱帯じゃんって。東京は熱帯じゃんと思って。あ、暑かったよ、本当に。あ、コンクリートジャングルってそういうってなった。言えて妙だよね。いやー、だから、だからこっちの方がさ、暑いっていう顔できないんだよね、最近。そんな、なんか言うほど暑くないし、
関東と並んじゃうと全然な感じになっちゃうから。慣れてるからじゃないかな。32だったら普通に辛いようだって。え、辛い。そうなの？ 30 超えてたらもう嫌だもん。そ、うん、あ、そうなの？俺大島やったけどな。そう、うん、そうか、30超えててもな、意外と、あ、まあ、じゃあ慣れてんのか。なるほど、面構えが違う。ちゃうてちゃうて。過去最高気温を経験した高知民の面だ。面が違う。でもあれ、あれでも、あの温度経験してるの高知県民でも一箇所ぐらいよ。うん、なんかどうせなんか盆地のくぼまったところに持ち込もったんじゃない多分。測り方うんぬんぬみたいな話もあったけど。そう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 。結局のところそういうとこだって多分。リツイートされてる。しちゃったよ、なんか。ガルマ反射してリツイートされちゃった。なんかしちゃったよ、勢いで。俺、リツイートしたい形してたから。そっか。ガルマさん、だいたいリツイートするとき、リツイートしたい形してたからっていうね。深く考えずになんか、あ、やってしまった。これはでも形が悪いなって思いながら、やってくる。俺はできるだけ一個でもいいからなんか無茶ぶりのマシュマロ届けって思いながらリツイートした。いやでもね、あの俺の方もガロマさんがリツイートしてくれた時はマシュマロがある程度反応して入ってくることが多いんだけど、あの結構ね、あのガロマさんがリツイートしてくださったマシュマロの時はね、意外とねみんなね圧がすごい、なんかこうなんか圧がすごい。お互いね、皆さんにね、愛されてるんだなってね、なるね、本当に。ね、なるね。なんか来てる、なんか来てるじゃないな、ちょっと途中だったな。光と闇、二つの気持ちを持つコアラ、人は彼をガロマ王と呼ぶ、ああ、王様だったんだな、うん、ガロマ君、まあ。特にこれは何もこう、弁明させずに次に行くんだけど。うん、マジか。マジか。マジか。やりやがった。嘘ちなみにさ、はいはい、ガルマさん、あのまたコアラになりそうな配信ないの？その話します？うん、なんかね、ぜひ機会があるんだったら聞きたいなと思うんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、さらっと上がったの見つけてしまった。いやいやいや、どうしたどうしたどうした。待ってね。ちょっと待って。どうぞ、ごめん、お待たせ。なんかさ、次のそのコアラになりそうな配信ってあったりするのかな。大丈夫、うん、そっち大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうちょっとでね、みんな見れると思うから、大丈夫、大丈夫。うん。いや、ぶっちゃけその、ね、ゲーム配信やる時間というか。なるほど。あ、そっか、そっか。厳しくて。あれか、なんか部署変わったりしてね、いろいろ環境変わったりするもんね。そう、7月から忙しくなっちゃって、ゲームね、アーシノだからその活動的にゲームやれるのはその土曜日のその昼間とか夕方ぐらいだなって思ってたんだけど、うんうん、そこがね、多分もうね来月以降取れなさそうで、うわー、うわ、大変だ、大変だよね。で、あと、うん、やっぱね、休日じゃないとね、皆さんやっぱ来れないだろうし、そのまあ、まあね、まあね、マジレスですごい申し訳ないんだけど、やっぱやってる以上、うんうん、皆さんにやっぱ楽しんでいただきたいし、私も楽しみたいだよね、いや、ゲーム配信だから。はい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 、うん、わかるわかるわかる、うん、そのまあ期待してもらってるのはめっちゃ嬉しいんだけど、なんかやっぱり、はいはいはい、それ目的になってしまってる感じがあって。ああ、なるほどね、なるほどね、それはそう、確かにそれはそう。そういうこと言っちゃあれかもしれないんだけど、うん、いや、いや、わかるわかる、なんかこう、なんか目的とね、なんかこう別のものがなんかひっくり返っちゃってる時たまにあるよね。うん、あ、それは、あの、来ていただけるのは嬉しいんだけど、あ、なるほどなってなっちゃって。実際だから時間取れないから仕方ないはあるんだけど、だから今後ね、うんうん、そのゲーム配信どうしようかなっていうのは実際考えてるところなんですよね。はい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 、あ、じゃあもうそこはね、あの深く突っ込まずに、あの別の線
を考えた方がいいかもしれないですよね、きっとね。だからもう自分から寄せていくとかそういう方に行っちゃったらいいんじゃないでしょうか。これね、多分ね、この笑い方してるときは返答にガチで困ってるんです。マジで困ってるだよ、本当に。あのね、答えなくていい。リスナーの皆さん、これがコンビニの会話です。はい。はい。あ、ここから先はまずいんだなってなったら、先よい。これがコンビニの会話です。そう、皆さん、ゆっくりしてってね。ちなみに今さっき俺がちょっと待ってねって言ったのは、はい、共有したんだけど、プチトマトさんがね、なんか全然動向がか、なんかこう、動向にハイライトがないガロマさん書いてくれたから、それを共有してたよ。この世のすべてになんかこう、絶望した目。絶望してるね、完全に。この顔こそこう、そう、お前はいつもそう。誰もお前を愛さない。これ言ってるからじゃん。でこれ言われてガロマーだからうずくまってんだよね、机の下で。いやー、早いんだよな、相変わらず。ありがとうございます、ね。びっくりです。ありがとうございます。ありがとうございますよ、本当に。が、一郎さんの九州に あ、そういうとこも好きだよのやつですね、これね、きっとね。ガルマくん、ナイスのところ。はいはいはい。ガルマさん、ファンとさしてはもう十分堪能しました。うん、とても良い。とても良い。ファンサでした。ペアの等身大アクリルフィーゲがいつか販売されると信じて。でかいよ、多分。相当でかいよ。相当でかいよ。そのアクリル多分殴ったら人殺せるくらいにでかい。風吹いただけで絶対折れるぞ、そのアクリル。ガロンさん何センチなんだっけ？ 75。75で、なんか1メーターぐらいで横幅あるんだよ、確かね。そっくりくるじゃん。びっくりした、あ、びっくりした。ツイッターでもなんかよく見たサットさんって人のエレみたいになんか肩がこう画面の端から始まってるいるんよ、だからポケモンあれやってる方々もいるんよ、もうすげえ入れんよ、それ多くてしっかりガルマさんも肩幅で、だからもう多分ガルマさんのアクリルフィギュアのアクリルめちゃめちゃ量使いそうだもん。高くなっちゃうよもう。ね、俺はね、逆に182あるからその分でちょっと量使うんだけど、ね、そうお互いにアクリルの量使うから多分ものすごい価格になると思う。多分とんでもないと思う。売れない。売れないし、作ってって言えない。なんかこう、なんか在庫持たなきゃいけないリスクでかすぎる。うん。あとは、ガロマさん、ファンサしてた、あ、ごめんなさい。ファンサしてた、草って。ちょっと半端なのしましたよ、もう。ね。あ、こんがろくにです。新しい挨拶が。けんすけさん、いらっしゃいませ。もう言ってもちょっと前の話だけど。一郎さん、もう出来上がってる。いや、出来上がってないよ。だってまだ、なんか、ファミマのちょっとデカめのチューハイとほろ酔い飲んでるだけだから、全然出来上がってない。ほろ酔いでも油断してると言いますからね。まあ、ほろ酔いだからね。あ、強い人の言葉だ。違う。ジュースだから。これも違う。これも違う。大丈夫。なんか、ケンスケさん、最近、ここ最近、ティラミス見つけたら買っちゃうのを高知現象って呼んでるんですけど、多分それね、高知県に何か言われても俺責任取れないですから、気をつけてください、ね。幅が広すぎるのよ、だから。そうそうそう、あのね、なんかね、現象に
現象の名前に使うにはね、主語がでかすぎる。でかすぎるよ、本当に。え、待って、北海道は最高気温24度、普通に暑くて溶けそうですだって。24度か。24度ってもうなんか秋だ、ね、秋じゃん。もう普通に涼しやす、秋だね。涼しい、快適な。うん。ね、いい感じのね、気温だよね。ちょっと着るもの迷ったんじゃない？ちょっとなんか、ね、なんかこう、あ、今日ちょっと袖長くしようかなとか迷うぐらいのね。どうかなとかぐらい。なんか、なんか、ちょっと我慢足りないじゃない？あの、嫌なよ、嫌ななんかこう。ちなみに多分北海道から一気に高知飛んできたらまず日差しで死にますね。多分それはそう。肌多分荒れる。ああ送るか無茶ぶりのマシュマロだって。ほうほうすごいすごい低い声でほうみんな見て見て今のほうの音を思い出しながら上の画像見てね。トットさん書いてくださったの今の顔か。見て見てほうもうリアルタイムで当てれこ。ああえわあ関東今の段階で32度だって暑いんだねそっちやっぱり暑い暑い。高知25度だったわごめん。快適じゃん。思ったより快適だったかもしれない。でも部屋は絶対暑いよ昼まで温まってっから。うんそうねそうね。あー青馬さんと同じような声の方をさらって配信してもらいましょう。エセ中国語でどういうこと？突然何が起きたの？それはどういう笑い？拾いきれないよ。いや楽しそうだな。僕この顔の青馬さん見ますよ。あ見るんだって。結構見られてるみたいよ。え？虚無ガロバ。裏に呼び出された時の青馬さんこういう顔してますよ。もう少しハイライトあるでしょ。いやでもほらなんかこう体育館裏って結構日陰だからさ、あの光入んないんじゃないきっと。だとしたら確かに仕方ないかもしれないな。ね仕方ない。いやまあでも、ね、呼び出されるのにも理由があるからね、うん、きっとね。そう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 。きっと理由があると思う。まあでも、まあ、体育館裏でっていうのがちょっとなんか物騒だから、ちょっとそこら辺うまくやったらいいのかなと思ったりするけど、まあしょうがないと思う。場所考えるわ。うん、今度から。どこがいいと思う？どこがいいと思う？場所。どこがいいだろう？呼び出す。どこがいいかな？あの、なんかこう、イオンのフードコートとか、田舎だけど。飯食うやつじゃん、普通に。そうさ。イオンのフードコートで呼び出し。いやー素敵ですね。等身大アクリルフィギュアは難しいからベッドシーツにしましょう。あーはいはいカバーのやつね。それはなんかこう誰に頼むかによってどんな風になるかだいぶ変わってくるやつですね。作るってなる時点でだいぶちょっとこうなんか多分これはなんかあんまりオイルレスそういうの持ったこともないし今身近にあんまないんですけど、ただ一つだけ分かるのはもうカデカになると思う。なんかそのあのなんかこうあのこう毛ついこんだけ毛生やしてるにもかかわらずイラストになったシーツのそれをカデカになってる。俺の毛並みのどこにそんなツヤがみたいになると思う。確かに。でもまあ確かになんかそういうグッズもガロマさんの出たら見たいな。あの、お一人じゃないですよ。二人ですよ。二人ですからね、これ。一郎さんもですからね。ちょっと待って。え、二人で同じ入るの？一個ずつよ、一個ずつ。
びっくりした、今びっどんな絵面だろうとびっくりしちゃった。それはパライは足できんよ、そんなの。いやーとんでもねえ、とんでもねえな。同世界初一路さんとガロマくんの一部の一悪鬼近日登場と言っとけばいつか実現するかも。しません、しません。たぶんね、そのアクリルフィギュア、1分の1、アクキーでしょ、キーなの。待って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 、キーだったらさ、180センチの男をどこかにこう、そうだから引っ掛けなきゃいけないのよ、ちっちゃいやつで。ガチッて。それも、それもさ、抱えてんのよ、たぶん。抱えても多分無理でしょ、持ち上げた瞬間折れるんじゃない、多分。アクリルフィギュアとかね、アクリルスタンドならなく、アクキーが1分の1だったらとんでもないことになるのよ。はあ、カバンにはつけれない。カバンには無理だね。うん、なんなら多分ね、電車乗るときとか大変じゃない、そのだって人一人分の幅のやつがあるんでしょ。こんな大きいの。一人分。やべえ。みんな楽しいな。タグで楽しいこと言ってらっしゃる。私の家近辺にはティラミスがないから高知現象発動しません。金欠だから助かる。そうだ、ガロンさん聞いてくださいよ。多分配信いらっしゃってたから、はいはいはい、なんか聞いてたと思うんですけど、この前俺4000円のティラミス食ったんですよ。タイトね、喜びになられていた印象がありますけれど。あのね、すごい、すごい美味しかったんだけど、うん、俺4000円のティラミス食ってんだなってずっと思ってた。まあ、ね、飲み一軒だもんね。ってそう、そう、ね、1時間がこの箱の中に詰まってるんだと思って。え、実際うまかった？あのね、実際確かに、うん、普段のティラミスじゃ食べれない味がした。そのなんかこう、そのクリームのなんかこう、なんかこう、うん、滑らかな感じっていうのかな。とか、ティラミスって下にほら、スポンジにコーヒーシロップがめっちゃ使ってると思うんだけど、うん、そのコーヒーシロップに使われてるなんか洋酒の香りがすごい強くしたりとか、確かに普通のティラミスではない味がしたんだけど、俺は今4000のティラミスを食ってるっていうのは頭から離れたからね。と、なんかその、もう配信でも言ったんだけど、うん、そのティラミスを買った時って、この前のアマゾンのプライムデーの日だったのね、はいはいはい。プライムデーのタイムセールの中にそれが入ってたみたいで、で、これだけこうティラミス好きだ好きだって言ってたら、配信者の方が教えてくれたのよ。あ、いかちいティラミスの情報今入ったよっつって。それがその4000円のティラミスだったんだけど、もうなんかその時さ、この前の、14日かなに出した一旅の、うんうんうん、文字起こしの作業をずっとしてた時で、はいはい、しかも一人の文字起こしじゃなくて、3人が同時に喋ってる文字を起こしてたんだよ、社内の会話を。もうなんか、うん、発狂しそうになって、ね、絶対大変だよ。そう、終わった後のご褒美欲しいってずっと思ってたから、もうそのティラミスの情報入ってきた瞬間、こう、あ、これって言いながら2分後にはもうカート入れて注文してて、持ってっちゃったんだ。もう流れるようにカート入れちゃって、入れちゃったんだ、癒やしを。そう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 、で届いたそのティラミスを見て、4000円のティラミスだってなって、なんかなかなかない体験しました、うん、この程よい庶民感がいいですね、うん、リスナーさん。いやだってさ、いや、みんな食べないでしょ、4000円のティラミス。食べたことないもん。いやー、なんか配信のネタになってよかったみたいな感じでやってたけど、配信やってなかったら多分俺何してんの俺って言ってたよ、多分。もしアーシグ君だったら絶対サムネに妖精のティラミスって書くもん。絶対。
そう、うん、そう、何にも書いてないよ、ね。書いてない、書いてないの、あのツイートで4000円のティラミス食べるよって。絶対書く、アーシナル。何にも考えてないのね。まったりイブニングトークみたいな。なるよね。いやー、なんかちょっとなんかいつか機会があったら、あのガラモさんも何か、あの本当に余裕があるときにあのやってみてほしい。なんかこう飲み会の1次会分ぐらいの何か一つ食べるっていうの。めちゃ面白いな。そう、なんかね、できれば普段はそんな金かけないだろうっていうのにそれをかけてほしい。だって俺の中の平均的なティラミスの値段って高くても300円なのよ。コンビニのなんかちょっといいティラミスがそのぐらいみたいな、とかなんか、そうそうそう、サイズ感もほらなんかカップケーキぐらいの感じじゃん。ちょっとなんかあのなんか帰り道にフラッと寄って気の迷いで買ったシャトレーゼのティラミスとかがもうちょっと高いみたいな、そんな感じよ。シャトレーゼちょうどいいな。一気に出すのちょうどいいわ。そうそうそう、うん、ちょうどいいじゃん。なんか500円ぐらいのさ、ちょっと大きめのティラミスじゃんね。高くてもそのぐらいなのよ。4倍する、いや、何倍、いや、8倍だよ。シャトレーゼの8倍のティラミス食ったことないよと思って。そんな感じで、なんかもう、どう言ったらいいのかな、どら焼きとかわかんないけど、普段500円までしか出さないようなものの、なんかこう、10倍ぐらいの値段のものとか、あのぜひいつか食べてください。いや、でも、いいね、いいね。ちょっと、やりたくなってきちゃったな。ちなみに、その4000円のティラミスは、あの、これ、まあちょっと、はい、これも配信で言ったんですけど、アマゾンさんで届いたんですよね。アマゾンで頼んだので。アマゾンの梱包ってさ、結構段ボールの洗濯って雑多じゃない、うんうん、だから、あの、25センチぐらいの正方形 の、うん、あの、高さ5センチいかないかぐらいの段ボールで届いたのよね。うん。用冷蔵で。25センチかける25センチの正方形のさ、どのぐらいの範囲がティラミスだと思う？でも、どうなんだろう、4000円 ?4000円。うん。で、25センチ、25センチの段ボール。そしたら、なんか、でも、面積的に何分の何ぐらい、半分ぐらい入ってたら嬉しいけどな。なるよ、うんね。そう、俺もね、そのぐらいかなと思ってたの。うん、なんかこの段ボールの半分ぐらいのサイズのなんか正方形のティラミス、どんで入ってるのかなと思ったら、4分の1強。その段ボールをきれいに4等分したときに、あの、隣のエリアが半分埋まるかなぐらいの4分の1強。段ボールバンって開けたら、なんかすごい、なんかこう、プチプチ緩衝材みたいなのが、あの、ものすごい積まれて、4分の1ぐらいのサイズの箱がスンって入った。サイズ感すごい。すごい。すごない。それを取り出してさ、机の上に置いたときにさ、4000円のティラミス買って思うじゃん。いやー、あれはね、衝撃でした、本当に。美味しい、めちゃめちゃ美味しかったのよ。配信でも散々言ったけど、うん、すんげえ美味しかったんだけど。俺、すごい買い物したなって思った。あの、皆さん、あの、もしご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ、あ、これはこんな高くないなっていう、なんか、なんていうのかな、俺の4000のティラミスみたいな、その4000のティラミスに変わるような何かをガラマさんに言いましてください。やりましょう。あの、本当に余裕があるときに。余裕があるときに。余裕があるときにやりましょう。生活にものすごい余裕があるときに買ってください。なかったら一生なくていい。確かに、あの、
虚無感とプラスで別のものが入ってきちゃうもんね、ユーナイ的だと。そう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 、そうなのそうなのよ。なんで買っちゃったんだろうがより強くなっちゃうもんね。と本当にそうなの。なんかあのね、配信でもしてないと食べれなかったと思う。食べれないわ。あのね、理性がちょっとでも戻ってきたり、なんかこう変なとこに触れちゃったりすると、な、え、な、なるか。そう本当に、いやー、たの、でもなんか楽しかったです。楽しいよ絶対に。とても楽しかったですっていう話。落ちあり。いやー、どうしよう。なんか、どのタイミングから戻ってきて話し始めたか分かんないけど、もう11時40分だって。マジか。マジか。結構だったね。いやー、みんな、不思議なんですよね。ガルマとイチロー、前もそうだったけど、2時間秒なんだよな。結構すぐにね、溶けちゃうんですよね、時間が。溶けちゃうんだよな。なんかね、そんな、普段2時間も喋ってると、あ、結構喋ったなみたいな気になるんだけど、うん、ねえ、なんかガルマさんのやってるこれ秒なんだよな。いや、そう言ってもらえるのは実際嬉しいですよ本当に。いやいや、こちらこそですよ。もうお付き合いいただいてというか、まあ一緒に遊んでくださってというか、ねえ。ありがたい話ですよ本当。あ、やべ、めっちゃタグ進んでた。ちょっとタグ追いますね。ね、とたくさん、どこからだったっけ。完全一致。これはあれ、へーの時だ。なるほど。つまり今一郎さんと健介さんを関東にテレポーテーションしたら、やけ口だけど。何を言ってるんだい。あれあれ、あの健介くん、ちょっとあのこっち引っ張ってこようぜみたいな話があったから、そこで多分熱さをね対決させようとしてんだと思う。なるほどなるほどなるほどね。でも俺も関東行かなきゃいけないから、ね。やだよ、なんか関東ジメジメしてそう。いや、もう高知もジメジメしてんだけどさ。してるよジメジメ。いや、なんかさ、関東のジメジメはさ、うん、あのなんていうのかな、うん、高知のジメジメって、まあ、大体南から来る海風なんだよ、うん、ですね。なんか海風でジメジメしてるんだけど、うん、関東のジメジメはなんか人の気配すごくしそうでさ、なんかわかる、なんかわかる、うん、なんかわかる、その、うん、この湿気って多分自然由来のものじゃないよねみたいな湿気めっちゃ多そうで、日々考えないようにはしてるけど、なんとなく言いたいことはわかる。なんかそれを思うと、うんっていう顔をしちゃう。いや、なんかそう、今年さ、その春頃に実は東京行ってて、一回と行ってたんですよ。あのそれこそケモケに合わせて、なんかイベントがあって、あーってあれに合わせて行ってたんですよ。で、いろいろなんかスケジュールがあって、はいはい、あの、うん、朝方渋谷かどっかにいたの、新宿か渋谷にいたんですよね。朝のなんか7時8時ぐらい、すでに4月の末だったんだけど、まだちょっとジメジメしてて、なんならちょっとなんか排水溝の雰囲気を感じるジメジメだった。なるほど。うーんってなっちゃった。なんかそういうジメジメを関東には感じます。関東ってひとまとめにすると、なんかこう端の方の人たちとかはすごいなんか嫌な顔すると思うから、都心部どこにでも喧嘩は売れてるよ一応。今の発言で本当にもうね、スペースだからね。今なんかね、何にも責任感感じてないから、今本当にね、あの言い始めた頃は本当に左の鼻の穴に小指入れてて、カットってジメジメするよねっつって。もう
伝わってくるな、その責任感のなさ。そう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 。あいやジメジメする、ちょっと笑っちゃって、やべやべ。なんだろう。今日は呼び出されないので、安心、ご安心ください。なるほど。なるほど。あ、今日呼び出されないですね。うん、人気のないフードコートに呼び出して、あ、最近ジビエにハマってるんですよねって一言目に言い始める未来が見えたのでおとなしくしまった。人気のなくてもフードコートでそれ言ってたら狂気だね。足が完全に脅されるね、これ。そう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 。いや、それアクキーちゃうやん。アクリルとしてなんで、1分の1のやつね。その携帯ストラップ、アーマさんとシクニさんの1分の1アクキーじゃん。いいな。トレンドなってるよ、これ。トレンドなってる。平成ギャラもびっくりしたやつか。トレンドなってるよ、これ。多分それあの、平成ギャルがこぞって履いてたあの15センチぐらいの厚底ブーツよりもおかしいサイズだ、そのアクキー。確実におかしいから。いや、4000円ティラミス、いいですね。あ、4000円ティラミスは、俺の前の、イブニングトーク見てください。はい、4000円ティラミス食べてありますんで、はい。はい。見てください。見てください。はい、よろしくお願いします。自分も小さい時バカでかいティラミスを食べきったことあったな。いや、でもバカでかいティラミスは好きなのよ。コストコのティラミスとかも、なんかもう、なんかバカみたいに食べてたい。いや、うん、ほら、うん、あのサイズになんかこうそこそこの金額払って、うん、まあ言うてほらなんか1000円、うん、2000円ぐらいじゃない、確かそこの、うん、あのティラミスってあのサイズに2000円だったらなんかうわ2000円かーってバクバク食べれるんだけどさ、もう本当にあの箱のサイズで4000円はさ考えるって人生俺の人生伊豆って考えるかだからそのティラ、俺もバカでかいティラミスは好きです。はい、一郎さん不定領域入ってたのか。不定領域って何だろう。分かんない単語が出てきたら、普段だったら調べるんですけど、今日は駐車場なので調べません。でもカチカチって聞こえるよ。どうしようって悩んだ。悩みながら指を動かして、うん、後で調べます。ティラミスってどれぐらいのサイズなの？あ、サイズ伝えました。うん、大丈夫、大丈夫。出たわね、シャトレーゼ。はい。4000円のめんつゆ？めんつゆ？ 4000 円のめんつゆ？あれじゃないですか、4000円で、なんか、ティラミス以外で何かあったらっていう話で。はい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 。ガロムさん、そうか、めんつゆか。ん？流れが。ガロムさんが、俺だったら4000円のティラミス。だからもうあれだよ、公式だよ、一路4000円のティラミスガロマ X で計算したときに出てくるのが4000円のメンツだ。方程式成り立たんってそんな方程式成り立たんって。待って待って待って、導き出せんよ、メンツどうすんのよ。どう感想伝えんのよ、4000円のメンツ。何もうなんかね、できるだけなんていうの、小瓶に入っててほしい。いいサイズ感ね。そう、1回のそうめんで使い切って終わりぐらいのサイズの小瓶に入ってるし。コスパ悪いぞ。悪いぞ。あ、4000のティラミス小さって。え、待って待って、1万円超えのめんつゆ実際あるし買ってもろうって。だってめんつゆあるんだって。待って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 、落ち着け落ち着け落ち着け、まだ待ってみる時間じゃ。まあまあ、おち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 。余裕があったらね。そうね、本当にね、余裕があったらだから、本当に間違ったタイミングで買っちゃうと本当に、ね、頭おかしくなっちゃうから気をつけて。本当にまずいから。いろいろ、まあ、4000うんぬんのあたりぐっと抜けて、関東のジメジメはね、そうだね、水蒸気と人の汗を足して2で割らない感じ。割らないんだ。割らないんだ。割らないんだ。それはさ、刺されてるから、ちゃんと。おっと、関東の悪口はそこまでだ。実際もっとひどいからやめるんだ。
カントのこと舐めてると一郎さんエレクトリカルパレードしますよわらわら。あやばいやばいやばい。ハハって言っちゃう。そこそこ似てんのいいな。やったやった。おっまずい。怒られる。消される消される。消される消される。関東来たら覚悟してくださいね。ガルマくんがメンツーの刑ですな。あ、そうか。俺行ったらガルマくんがメンツーの刑で行くわ。足が食らうの待ってこれ。足が食らうの待ってこれ。ひどい空気。これらしい。なんか俺が関東行ったらガルマさんがメンツーの刑らしい。うん、メンツーの刑の刑の感じは貼り付けの刑だからやられたんだって一回メンツーそれ貼り付けにされてメンツーかけられて炙られたんだってだから炙られたんだってだからもうでもそれでもあの元気って言われて元気って返したからいやー、不定領域は、TRPG とかで使う単語で簡単に言えば精神が不安定な状態のことです。一郎さんが編集で死にかけてたと聞いた。あ、毎月いい急に出たじゃん闇びっくりした毎月じゃなくて突然こうあの口の中ひっくり返さないと出ないような黒いの出したポロって出たよ今ポロって出しちゃったいやーいやでもね、なんかね、あの動画編集してたらね、なんか本当になんか動画の編集いろいろは楽しいことは多いんだけど、うん、あの文字起こしのその時間だけが本当に虚無すぎて、絶対辛いと思いますよ、うん、もう本当に虚無すぎて、で今月またなんかいろんなことが重なってて余裕がなくなっちゃってて、うん、もうずっとこのスペースが始まってちょっとぐらいしてからずっと聞いてくれてるうちのこのスタッフさんに、うん、あの文字起こししてって聞きましたいらっしゃってますね、はい、泣きついてます、はいはい、なので次出す動画は俺文字起こししないんだけど、その代わりあの収益化記念配信の準備が今山のようになって押し寄せてきててまだ終わってないのかなだからもう結局のところ毎月なるほどな。いやもうこれみんなこれが VTuber になるってことらしいよね。皆さんね、7月24日夜8時から収益化配信ありますよはい、24日、よろしくお願いします。でもこれ配信じゃないのでそこは全然共有しないんですけどねもう今日もずっとこのガルマさんのんでっていう顔で終わりますから今日これ多分あれですよね。だからあのパーソル帰ってきてあの立てつけるところです。あ、そうだそこだちょっとちょっとほんと立てそこ立てつけるそうそこだそこだもらっちゃった。いや嬉しいな本当にね。いやでもさ、あのガロゴさんもマシュマロの編集するのめちゃめちゃ大変そうだと思って毎回動画見ながら話していいですかあのさもうあと9分とか言ってるけどさ、一回その話聞いていいいやだってさ、あのマシュマロ編集、うん、まず収録から散々しなきゃいけないわけでしょ、うん、そうですねあれ多分えげつい時間かかってるでしょ、あれ、まあ、時間で言ったらそうだな、トータルの時間でいいここはあのコンビニの駐車場で今聞いてる人たちはものすごいスピードで走り去っていく車の中から勝手に聞いてるだけだから、多分具体的な数字を言ってもふんって聞き、なんかこう、ふんって聞き流してくれるはず。おっしゃ、うん、気が楽になったぞ。今回ので言えば、その、はいはいはい、まあね、動画見てくださった方はもしかしたら分かるかもしれないですけど、その、別撮りでマリオカードも実は撮ってまして。そう、撮ってたよね、撮ってたよね、なんかもう、
なんで急に呼び出しやがってよみたいなこと言いながらマリオカートしてたんですね。おー、見てんじゃん見てんじゃん、恥ずかしいな。あ、オッケーオッケー。で、そのマリオカートの収録が、ね、あれ、1レース分しか映してないんだけど、はいはい、全部でね、うんうん、16レースぐらい走ってて、あれ。めっちゃ走ったの全、10、その、16レースの間、ずっと言ってたの？あんな感じのをずっと言ってていや、ちょっとしんどいって1レース分でだからまともに喋れたのが4箇所とか5箇所とかなのあ、それをつなぎ合わせて、つなぎ合わせて、そう、本当は別のレースバラバラにしようと思ったんだけど、それだと、その、なんだろう、その企画としてね、何位以外で中二病っていうのが毎度毎度ルーレット回して、その順位取れなかったらその次のレースが中二病っていうレースやったのよ。たまたま達成できて中二病じゃなくて不満言いまくるレースもあったの。そもそもこんなの企画として成り立たないじゃん、配信でできるわけないでしょみたいなずっと言ってるレースもあったのよ。4レースぐらい。それ全部ひっくるめて16レース取って、まともな1レースを取って文字起こしを実はちゃんとして、どうしてる、あれめっちゃちゃんとしてるの、本当はちゃんとしてて、本当に一部しかバッツリしてないんだけど全部だからカットしてる部分もしてるってことでしょ。そう、マリオカートの編集だけで、収録から編集までで10時間かな。お腹痛い多分トータルで10時間かかってて、それをだから、いや、お腹痛い、多分でマシュマロ動画の中で多分ね、30秒とか40秒ぐらいなのかな、使ってるのが。そう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 、文字起こししたやつを一回全部消して、そのちょっと甲羅に当たったりとかバナナ踏んだりとかした箇所だけの、うんうんうん、起こしてってやってっていうのをやった、その作業だから全部ひっくるめて、だから抜粋するためだけに動画作って10時間かかってで、あの後マシュマロ動画が、あ、しが編集遅いってのもあるんだけど、今回ちょっと長めだったから、収録から編集までで全部ね、8時間かな。いやー、だからもう単純に今18時間積まれてるわけだ。あのマシュマロ動画をだからその考える時間を抜いたら18時間分かる、その表現すごく分かる。あの本当にあのね、この世の仕事って考える時間も工数に入れるべきなんですよ。いや本当にそう。あの俺もあの動画どことどこ使ってみたいなこととか、うん、なんかこうこの動画こうやって使われてるからここに編集入れるかとか、うん、頭の中で考えてる時間入れるともう果てしないことになるよね、うん、本当に。だからもう終わった時に何時間かかったっても考えないようにしてる考えないようにしてるんだけど、あ、お休み1日潰れたとは思う。そう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 、ね、本当に1日潰れた上で終わらないからね。本当そうなんですよ、本当にそう。いや、だから本当にあの動画出したよっていう、あの何でもないさらっと動画出ますよっていう明るそうなあのツイートの中にはもう本当にね、なんかこう泥水するような人がいると思ってください。あれぐらいのクオリティでも割とね時間かかってるのよ実は。いや、これはねあのこんだけ苦労してるから見てとかそういう話では一切ないの。ただめっちゃ時間かかるんだねっていうのを言いたいだけ。スペースじゃなきゃ言えないよ、さすがにこんなの。言えないぞ、本当に言えないから。痛々しいじゃん、だって。そう、笑えないんだよね、これね。笑えないから、多分ここでしか言わない。だから、そう、だから、あの、笑ってください。私はね、あえてだから、一路さんにね、何時間かかったとは聞かない。絶対にもっともっと大変だろうから。あの、皆さん、本当に、あの、一人で台本作って喋って抜粋するだけなら私も、社内で喋ってる複数人の会話を録音してたのを撮って文字起こしするってすっごい大変ですからね。あのマジであの本当に泣きついた。マジで泣きついた。絶対大変だよ。いやー、だ本当になんかその動画触ると一切なんかこう配信する余裕がなくなるんですよ。だからあの第2週目の木曜日とか、あの第4週目の木曜日の
木曜日までの時間だいたい配信できてないんですよね。いやー本当に、いやでも動画出すのなんか大変だからこそ、うん、いやだからな、だから他の人の動画見て偉いって思いながら見る。いやだからこそ、アーシはでもだって台本から何まででその時間だから、多分だからね、一郎さん相当かかってると思いますよ。相当かかってると思いますよ。アーシは効率悪いのもあるんだけど、でもね、いやあのね、本当に一度でもね、あの動画編集したことある人なら分からず、割と時間解けるんですよ、動画撮ってると。解ける、ほんと解ける。だってさ、だってさ、20分の動画作るために、うん、あの元のなんか、うん、素材1時間ぐらい見るじゃん、うん、見るのよ、あの撮ってきたやつを。おかしいんだよね、1時間見たらさ1時間なくなってんだよね、時間が。そうなんだよ、そうなんだよ。なくなるんだよ。あれ1時間経ったなと思ってさ。そっから20分ぐらいのサイズにした動画20分見るじゃん、うん、そしたら20分経ってんだよね。20分経ってんだ。だからもう無限にね、無限に時間解ける、うん、本当に。いや本当に、だからあの皆さん VTuber になるとき、なりたいと思ってる人がいらっしゃったりとか、これから活動される方がいらっしゃったら、あの動画を投稿しようってなるときは一瞬考えて。一瞬考えてやろうと思ったら多分大丈夫、うん、一瞬考えてダメだなって思ったらやらない方がいいかもしれないぐらいには、うん、解ける。いや相当大変だと思いますよ。いやーでもこれはあのな、悲しい話にはしたくないの。本当にそう。いや本当にね、あの悲しい話にしたいから話してるんじゃなくて、ただただなんかこう壁にガシンってぶち当ててって言いたい。本当にそう。あのあるじゃん、なんかほら、あのおもちゃでさ、あのスライムみたいなのが中に入ってる柔らかいあのおもちゃ、あれをあの力の陰に壁にパーンって投げつけて、ベタって壁にくっついたやつがベロンって落ちるの見ながらって笑いたいだけなのよ。だからコンビニ2人でやってるところを皆さんが旗からちょっとね、チャッって見てくださってるだけだから、チャッって。あ、おかしい人がいるって思って笑ってもらえたらいいです。それぐらいの感覚でいてくれれば幸いです。いやーマジでこの話ね、するとスッキリするんだよね、これね。でもね、しちゃったって思うのよ、足。そうあの、しちゃったと思う、そう、どっちもあるんだよね。あ、しちゃったなっていう気持ちもあるけど、するとめちゃめちゃスッキリするから、うん、もうここはスペースだから捨ておいて。何が悲しいってさ、行った時間何も持ってないのよ、うん。そう。いや、もしかしたらね、聞いてる人からすれば、いや、それさーって言う人もいるかもしれないんだけど、それならね、それでいいの。でも私の中でこの数字持ってないのよって思う。持ってない、そう。いやー、いやー、いい酒。いい酒の席。もうちょっとな、もうちょっと早くなったらいいんだけど、効率化かれば多分ね、3分の2ぐらいにはなるんだけど。いや、もうあの、俺はなんかこう、同時進行で、なんかそれだけがこうできるわけじゃないから、うん、ほら、やっぱりほら、ガルマさんもほら、定期的に雑談枠取ったりとか、それこそその300人の企画でなんかこう、いろいろ進めたりするわけじゃん。ちょっとね。同時進行するとさ、効率化とかじゃなくてもこなすしかないわけよね。そう、もうあの早くやる云々じゃなくて、まず作る、うん、出すみたいな。だからもうそんななんか効率化のこと考えたいんだけど、考える時間がない、うん、いやだからアシはマシュマロだけだから動画にするのって。でも活動を始める前はゲーム実況もちゃんと動画で上げようと思ってたから、今もやろうと思ってるのあるんだけど、もうね、マシュマロ作るだけでこれだけかかってると、もうちょっとなんかもう、ふうってなっちゃうね。ふうって。なる、うん、ふうってなる。いや、もう、でもね、もうね。リスナーさんは動画嬉しいのよ、あると絶対。一郎さんの、やっぱ一度楽しみ質問はしんだって。いやー、だって。ありがとうございます。絶対楽しみです。俺もこれからもガロマさんのマシュマロ動画が定期的に出るように
ガルマさんのマシュマロのツイートリツイートね。絶対言うと思って。絶対言うと思ってよ、もう。やばいんだよ、もう。あと4個ぐらい来たら動画作れるぐらいの量になってんだよ、今。早きで来週に作り始めるよ、もうこれ。奇遇だね。俺も来週には動画作んないと再来週1旅なんだ。おそろだね、一緒に頑張ろう。いやー、みんな気づいてる？この笑いだいぶあの空笑いだよ。から元気だからね。お父さんが描いてくれたこの顔だよ、今。このいや、でも本当になんかこう、言っちゃったなって気持ちになっちゃうけど、あの心配させてるわけじゃないから、そこだけは。そこだけは本当にそうなんですよ。あの心配させてるわけじゃないんですよ、全く。ずっとただもうなんかこう、なんかそういうあの配信でこういうこと言っちゃうと皆さんに心配させちゃうから言えないねっていうフラストレーションを、うん、あの2人で揃って壁にベチャンってスライムに投げつけてるだけだから。無責任なので。無責任なので。できるのよ、これが。ね。うん、いやー、楽しかった。もうちょうど日付が変わりました。3分過ぎちゃったよ。いやー。はしゃぎましたね。本当に。なんなん、体感俺20分ぐらいなんだけど、うん、なんなん。あのマジであのガロマナライブいつも1時間ぐらいしてるけどまだ半分よ気持ち。半分。そう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 。はい、どうしようかなって考えてるとこよ今。オープニングトーク終わってちょっと話したからぐらい。いやタグ置いたいけどなんかもうふうって一息ついちゃったな。いやいろ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 なんか心配の声をとてもとてもたくさんいただいてる。ね、てかちょっと待って、イラストも来てるし。あ、本当だ、怖くないって来てる。これ終わる前に共有しとこう。なんで一路さんに私がメンツ強要してんの。してないから。ちょっと待って、怖くないって、怖くない。やべえ、この顔好きだわ。いや、そうだそうだ、もうなんか最後に VTuber らしいことちょっとしようぜ。あのこの無責任な駐車場でしようぜ。駐車場でしようぜ。なんかあのガロマさん、次の配信なんかありますか？ いいんですか？いいよいいよいいよ、あのなんかコンビニの駐車場の前だけどなんか誰かに向けて言って。言ってるかもしれないからね。はい、そう、はい、分かんないから。というわけで、はい、皆様本日はたくさんの方、あ、でも本当に聞いてくださりありがとうございましたね。本当にたくさん聞いてくださって。綺麗な話でね、もしかしたらね、あの2個目もね、あの動画がうまいこと上がってくれれば、以上さんの方でね、もしかしたらあのね、上げてくださるかもしれないので。そうですね、そうですね、本当に任せきり申し訳ないよ。いや、これはね、これはね、動画は全然大変じゃないの。だってあの大手くすぐってくればってね、な、文字起こしとかしなくていいから大丈夫だね。素敵なイラストのね、背景でね、一郎さんのいい声を聞きながらね、2時間以上ね、聞いてくださった方、ありがとうございました。というわけで、ね、ありがとうございます。本当に。宣伝としましてはですね、水曜日と日曜日にあの18時から1時間ぐらいの定期雑談配信やっております。で、具体的に、次の配信は、2022年7月の22かな、22日の金曜日に20時、夜の、はい、1時間の、はい、カロマの酒場というね、足がただ酒飲んで皆さんと話すだけって、乾杯するだけって、あの配信をやっておりますので、そちらに来てくださればと思います。で、いやー、楽しみです。はい、で、あとじゃあ、これもちょっとよく終わっちゃうけど、言っとこうかな。23かな、23日、はい、23ですね、23ですね。ちょっと、はい、お昼ちょっと過ぎて時間ですね、中途半端なんですけど、夕方の3時ですね。はい、わきわき、夕方3時ですね。登録者300人超えたらですね、あの歌うよと、あのかねてより言っておりましたので、あの歌枠の方をやらせていただきます。わく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 キラキラさせやがって、まったく嬉しいですね。いやー、あの素敵な歌声が生で聴けるんですね。もうなんかやりづらいな、もう。
1時間弱ぐらいね、歌わせていただきますので、もしお時間ある方は、はい、聞いてくださると嬉しいです。というわけで金曜日と土曜日も配信ありますので、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。俺の方はですね、はい、そうか、直近だと、うん、突然なんですけど、日付変わって今日です、はい、そうですね今日の夜9時に、何回か、もう4回目になるのかな、It Takes Two っていうゲームの配信を、ぬばたまぐぬさんって VTuber さんの方とやらせていただいてもらってるんですけど、それの4回目が、今日の夜9時にあります。はい、でも多分ね、まだ終わんない気がする、4回目だけど。結構ボリュームあるんですね。結構ボリュームがあって、うん、1つのチャプターを終わらすのに3時間かかったりするから、結構長くて。ちょっと長くて、なのでもうちょっと進むかもとは思うんですけど、多分今回ではまだ終わらないかなと思います。でも4回目があります。で、次に、はい、さっきもお伝えしてもらいましたけど、はい、24日の日曜日、に、夕方にガロマさんのガロマのライブがあります。アザムじゃん、早い行ってもらってね、ガルマのライブが夕方の6時ぐらいから1時間ぐらいであるんですけど、そのガルマのライブ終わった、まあ、1時間ちょっと過ぎぐらいの8時から、しくにちろの収益化記念配信っていうのをやらせてもらおうと思っておりますので、あー来たー、収益化、ぜひまあ多分楽しんでくれる方は多分宴のようにというか祭りのように楽しんでくださると思うので、うん、まあ祭りをちょっと覗き見くるに来るぐらいの気持ちで遊びに来てもらえたらとも思いますし、はい、祭りに参加していただいても大丈夫ですし、はい、ののし、なんかこう、あざけ笑って、こう、こいつバカだなって思ってもらっても大丈夫ですし、いい感じに、過ごしてもらえたらと思います。はい。ぐらいかな。あとは、あとなんかある。ね、だって、一郎さんね、そこで初めて自爆でね、飲まれるそうじゃないですか。あ、そうですね。なんか、スペースで散々こんだけ飲んどいて言うのもあれだけどね。まあまあ、すごいといてね。まあ、まだなんか、実はまだ、自分の YouTube の枠では飲んだことがないので、うんうん、その時に、できるだけ、いつものペースで、お酒を飲んでみようかなと思います。はい。楽しみですね。ね、なんか、ほろ酔いケースとかで買わなきゃいけない。嘘、それはいい、それはね、それはね、5倍ぐらい持った。持っちゃった、持っちゃった。VTuber らしいやん。VTuber らしいことしちゃった。大事大事。まあでも、多分求められてるペースはそういうペースだと思うから。うん、誰も聞く。そういうペース。そのぐらいのペースになるように、なんか飲めたらなと思っております。はい。24日、24の20時、夜20時ですね。そうですね、24日日曜日はガロマからの一郎をお楽しみいただけたらと思います。はい、パネケをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんなら日またいで23からガロマからのガロマからの一郎そこまで別につなげんでいいのよ。ね、周年の多分配信も準備あるだろうか。頑張って一郎さん、ね、はい、頑張ります。いろいろなんかお知らせも含めいろいろ出ると思うので、うん、よろしくお願いします。次のね、一旅のスケジュールも出るらしいですね。一旅、そうですね、そうですね、そうですね、一旅のスケジュールが出ます。出るよね、はい、よかった。うん、はい、書きました、概要欄に書いてた、はい、出ると思いますのでよろしくお願いします、はい、お願いしますでは、じゃあ帰る。そうだね、そろそろね、夜も更けてきたしね、ゼロ時もあったしね。ねえ、ガロマ明日から仕事でしょ、朝から。明日なんと休みなんだな。あ、奇遇、俺も休みなんだ。ちょっとじゃあ裏で、いやいや、じゃあちょっと、ま、どっか飲み行こうぜ。なんか空いてる店あるかな。どうしよう、リスナーの皆さん、12時に終わる理由が皆無になりました。でも終わります。いや、でもね、休みなんだけど、朝からいろいろね、やることは詰まってますね。お互いやらなきゃいけないことは詰まってます。うん、なんなら、みんな今晩のうちに、なんか、今いる人たちが5つずつぐらいマシュマロ投げたら、多分ガルマさん、明日から動画作んなきゃいけない。もう、
2、3本作ることになっちゃうよ、動画。とんでもねえ、術をぶん投げて。待ってまーす。あんまりね、だらだら長々してもあれですから、そうね、終わりますかね。うん、でまたなんか、来月のどっかあたりで、うん、ゆるゆるっと、またなんかコンビニ集まりますかね。兄ちゃん、マジで今度ちゃんとファミマ来てね。ファミマか。でもローソンいっぱい、ローソンの方がいっぱいだから、ファミマつけないよ、多分。じゃあ、でもじゃあ俺ローソン行くってなったら、ファミマ行くんでしょ、兄ちゃん。絶対ファミマ行くわ。マジでフェイントかけよう。ファミマとか。ローソン行くフェイントしてファミマ行くわ。そしたらもう開口しちゃうね。開口したらまず立ってもらって引っ張ってくから。正直に生きようと思います。はい、ではでは、なんか長くなっちゃいましたけど、本当にこれで終わりにしましょうか。ありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。なんか挨拶とかないのよ、これ配信じゃないから。お疲れで終わりますね。ではでは、じゃあ皆さんもガロマさんもお疲れ様でした。リスナーさんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ、またね、おやすみ、ちゃんと風呂入れよ、風呂入れよ。ガルマに行くんだよ。いるよ。お疲れ。はい、じゃあね。